こんにちは、池袋校担任、合格受け負い人の長谷川博美です。公務員講師歴は約20年になります。担当科目は文章理解、そして教養論文、農作文です。それなんですけれども、公務員合格の鍵ってどんな点にあるでしょう。それは必要な科目をやるべき時期に学んでマスターしていくっていうことになります。公務員試験科目数が多いです。その点、科目の優先順位、そして学ぶべき時期というものがあります。その点、数多くの合格者を見ている中で、あなたが合格するための学習スケジュール、それを立てて見直していく。正しい方向で努力して、次々と現れてくるハードルを軽々と乗り越えて内定に導いていく、そのようなサポートをしていくのが担任制度です。で、私の担任相談、いろいろ受け止まります。学習の進捗、モチベーションを高めてほしいなど。ただ、私が特にというところで強みになるのは、論文添削と面接ということになるでしょうか。ちょっと皆さんにとっては先になるかもしれません。論文、自治体を中心に配点比率が高いです。そのような中、私の相談では、あなたのつまずきを受かる答案に変えていく、そのようなきめ細やかな個別指導を行っています。また面接、あなたのバックボーン、それぞれありますよね。バックボーンに応じて説得力のある内容を初めて会う面接官に響くように伝えられる、そのようなお手伝いをしてまいります。人呼んで論文面接の女王、合格請負人長谷川を活用して、ぜひ一緒に内定に向かって歩んでいきましょう。